のラジオかっこかり鈴の熱の跡をちゃんと残してね、ダムスキスら与えないわ、仕留めてあげる覚悟してね。この番組は制作のクラハちゃんとお酒を飲んでいるうちに気がついたらやる流れで話が進んでいた番組です。そんな感じでゆるっとまったり騒がしく一人喋りをしていくにゃーん。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。でもリンゴのような光輝く舞台は手元にあるわ。はい、始まりました、リンのラジオかっこかり、5月最終回ですね。あっという間に5月が終わりましたけれども、なんか暑くなったりさ、寒くなったり、なんか土砂降りの雨降ったりなんだかんだで、結構ね、私自身も体調崩しがちだったんですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。言うてますけれどもね、まあ今月ラスト楽しんで一人でくっちゃべっていこうと思います。ではでは、スタート。リンのラジオかっこかり。はい、ということで5月ラストリンラジ始まりました。皆さんお元気でしたでしょうか。前回はですね、リンのこのラジオのね、運営制作をしてくださっておりますクラハちゃんがね、遊びに来てくださいまして、まあただの同窓会でしたねまあいつもねあんな感じで何時間も喋ってるんですけど、まあいつものリンのねオフの感じを皆さんにお届けできるとよかったかなと思っていますけど、どうでしたか普段はね、もう本当にあんな感じでバリバリ関西弁で喋り散らかしてるんですよ。なんかあんな感じなのがリンらしいというか、リン、今のリンができてるのもクラハちゃんのせいなのが大いにありますのでね。もう根源ですよ。諸悪の根源ってやつですか？クラハちゃんみたいなとこありますからね。はい、楽しんでいただけたならには嬉しいなと思っております。はい、じゃあ5月ラストのリンラジ何喋ろうかなと思ったんですけど、なんか5月いろいろあったなと思って、ちょっと今回はねリンの話を一生ベラベラ喋っていこうかなと思います。前回ね、皆さんからゴールデンウィークどう過ごしますかみたいなお手紙をいただいたので、まあ、リンはそれを聞きながらね、こんな感じでゴールデンウィーク過ごしたよみたいなのをね、事前にお手紙いただいてたので、そのお手紙見ながらリンはこうしよっかなみたいな感じでゴールデンウィーク過ごしたっていうのと、あとはまあいろいろ5月にあったことですね、話していきたいと思います。まあ、まず5月ゴールデンウィークですよ。一番大きなイベントといえば、5月は何ですか、普通今までの生きてきたこの20何年間の感じだと5月ってさ、そんなに暑くなくて過ごしやすくってね、なんか夏入らないけど、まあ半袖にちょっとなんか羽織るぐらいで生きていけるぐらいの感覚でいたんだけど、めちゃくちゃ暑かったじゃん。もうなんか夏ですかみたいなぐらい暑かったのにもかかわらず、黒崎は基本引きこもってるし外に出る体力なんてないのに、なぜか知らないですけど肉フェスに行ったんですよ。そう、前にもちらっとお話ししたと思うんですけど、肉フェスっていうのが、まあ、5月ゴールデンウィークにやってて、お台場のなんていうの、あそこダイバーシティの横の空きスペースみたいなとこがあるんですけど、そこが全部フェスになってて、フェスになってるって言ってもなんか何みたいな感じだと思うんだけど、でリンも初めてフェス行ったしね、なんか真ん中に DJ の人がドーンっていて、で周りにお肉がいっぱい売ってるのね。全国津々浦々から皆さん
あの出店しに来ているお店がバーってあるのと、あとビールのお店も何店舗かあってみたいなのがバーってあって、でみんな食券を買うんですよ。でその食券分で、ね、あのお店で買うみたいな感じで、で、まあ、行ったはいいんだけど、そもそもにそんな肉好きじゃないんですよ。食べれるお肉ってさ、本当に牛タンとかさ、あっさりしてるやつとかさ、そういう感じのお肉しかダメなのに、なぜか知らないけど肉フェスに行きたいってなって行って、まあ、ほぼほぼリン食べれん肉しかなくてはにゃーってなりながら、でそもそもそのフェス系ってさ、パリピしかいないわけさ。私陰キャやん、ご存知の通り。デフォルト外に出たくなくて、基本的に家に引きこもっててみたいな感じのタイプの人間なんだけど、それがさ、あのくっそ暑い中さ、唐突に外出てみ、バテるよもうね、夏バテになりまして、私ね、あの日差しがすごくて、日焼け止めとかもさ、まだいらんでしょうと思ってたから、持ってってないし塗ってないしで、あのその時ね、薄手の長袖着てたんですよ。本当に薄手パラパラの、なんか着てんのか着てないのかみたいなやつを着てて、それを着たものの、まあ、焼けるわけよ。で、あの見事今ね、手首から先が黒いのね日焼けで手首から先真っ黒で、あの手首から上白いみたいな感じになってて、めっちゃダサいんだよね。すごいそれが嫌、もう本当に。で、あの肉フェスといえばさ、あの皆さん知ってる方は多いと思うんですけれども、あのとっとこハム太郎のコール&レスポンスあるじゃないですか。あれが肉フェス主催じゃないや、肉フェスでらしいんですよ。あいつ肉フェス出身らしいんですよ。ね、あのリム知らなかったんだけど、なんかどうやら肉フェス出身らしいと。っていうのも、あの食べに行った日が、あの肉フェスでコール&レスポンスをやり始めた人 DJ さんがいる日だったらしくて、あのリンがくっそ暑い中、あの列に並んでいると、唐突にとっとこハム太郎のてて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 てが流れてきまして、で黒崎言わずもがな、あのハム太郎のお宅なんですね。ハム太郎大好きすぎて、先月じゃないや、結構前だな、だいぶ前にハム太郎20周年か25周年かなんか覚えてないけど、そういうのの限定カフェみたいなのに行ったりとか未だにあのハム太郎のグッズ見かけたら買うぐらい好きなんですけど、そのハム太郎の曲が流れた瞬間、えみたいな反応をいたしまして、でなんか DJ の人がなんか喋ってるのよ。でよくよく聞くと、回れって言ってるの。回れって何と思ったんだけど、あ、モッシュだと思ってそういえばあれモッシュしてたわと思って、で確かに遠目から見るとみんな回ってるの、 DJ ブースの周りぐるぐるしてるのだけど、あのコロナ禍っていうのもあるからコール&レスポンスはできない代わりに、あの回ってくださいみたいなで回ってらっしゃったんですけど、皆さんね、めっちゃ楽しそうだった。もう今すぐ中に入りたかったんだけど、あのリンはあのお肉に並んでいたので行けず、遠目からいいなーって言いながら、とりあえず動画だけ遠目で撮ってたっていうねそう、そんなことがまずありまして、でまあなんか限定のビールみたいなのが結構置いてあって、リンはなんかクラフトビールの飲み比べセットみたいなの飲んだんだけど、なんかね、ピンク色のビールと青色のビールとちょっと苦めのビールと爽やかなビールみたいな4種類入ってるやつを飲んで、一番ねピンクのが美味しかったんだけどね、何のビールだったか一切覚えてないなんか桜も入ってた気がするんだよな。なんかね、甘めでなんかちょっととろってしててすごい飲みやすかった。で何かよくわかんないけど美味しかったです。なんかこれじゃねみたいなのあったら教えてください。あれはね、普通に何通販したいぐらい美味しかった、本当に。何だったんだろう、よく分からず飲んでたんだよね。なんか
なんかみんな持ってるピンク色のやつ可愛いからあれ飲みたいみたいな。あんまり調べず行ったから、そう、よくわかんないまま行っちゃったんでね。ちゃんと調べてから行けばよかったなと思いながら。そう。皆さん、お酒好きですか？私はお酒が好きなんですけど、酒雑魚なんですよ。ちょっとお酒飲んだだけで、お顔が真っ赤っかになるんだけど、行きたくない飲み会とかだったら、帰りな、みたいな言ってもらえるから帰れるからいいんだけど、結構さ、そんなに酔っ払ってないのにさ、すごい過剰に人から心配される時があって、大丈夫本当にみたいな。大丈夫？気持ち悪い。吐く大丈夫？水もらうみたいな。いや、早いんよ。早いんよ。まだビール一杯目なんよ、みたいな。まだいけんのよ、こっち、みたいな。そう、そういうね。ぐらい本当にお顔が真っ赤っかのタコさんになるんですけれども、で、案の定肉フェスでもそのビールを飲んで顔が真っ赤っかになって、その時は確かに外だったし、1日ほぼ半日ぐらいずっと外にいたのにもかかわらず全然水分取ってないままビール飲んだから一瞬でお酒回ってちょっとクラクラしてたけど、でも全然なんかベロベロではないぐらいだったんだけど、結構何スタッフさんっていうの、肉フェスのバイトの人たちにちょっと心配されるぐらい顔は赤かったらしいですね。大丈夫ですかみたいな声をかけられました。大丈夫です、あざしっつって、あざしっつって、コミュ障炸裂してきましたっていうお話です。皆さんゴールデンウィークにそういうとこ行きましたかね。なんかこんなとこ行ったよ、あんなとこ行ったよみたいなのがあれば、ぜひぜひお便りフォームから教えていただけるとリンも行った気持ちになれるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。あと、5月のダイジェストを話していく上で何よりも話さなければいけないと個人的に思っている話を今からするんですけれども、胃腸炎になりまして、しれっとっていうのもツイッターとか何もなんていうの、別にお知らせでもないし、配信もさ、そもそも今月だいぶ少なめにしてるのもあって、何別にお伝えすることでもないなと思いまして、特にひっそりと胃腸炎になってたんですけれども、辛かった。ね、なんで胃腸炎になったかっていうのをちょっと話すと、私現在学生をしているわけじゃないですか、ってか、してるんですけれども、その学生をしていく上で医療系なもんで病院に実習に行かねばならぬのですよ。3週間ほど。ほぼ1ヶ月ですね。1ヶ月ぐらい、実際に病院行って、患者さんと一緒にこう、受け持って、みたいな感じのが、ずっと続いていくんですけれども、今月からがっつり始まったんですよ。今月から始まり、まず、なんだ？急に体調悪くなったの。本当に1週間全然元気だったんだけど、2週間目入った途端急にめちゃくちゃ体調悪くなってガンって落ちたのね、体調が。と思って、ね、なんか別にストレスを感じてたわけでもないの、めちゃくちゃ楽しい実習だったから。なんか嫌な看護師さんとかさ、はっきり言うとね、いるんですよ。いるところはいるんですけど、いなかったから全然いびられることもなく普通に楽しくいたんですけど、本当にある日突然急に電車に乗ってると強烈な吐き気に襲われて、朝食べてないんだよ、朝ごはん何にも食べてないし、晩ごはんもなんかそんな変なもの食べてもないし、腐るようなもんもしばらくさ、なんか体調崩して自主行けなくなって退院ってなるのも嫌だったから、ちゃんと行ったんだけど、行った？ちゃんと食べてなかったりとか自己管理をちゃんと徹底してたんですけど、本当にある日突然電車に乗ってると、うえってなって、あ、やばいやつやって。なんか、なんなんだろうね、自分体調悪いわっていう日あるやん。あ、今日無理みたいな。あ、これはやばいのではみたいな日がドンピシャで来て。で、うわこれどうしようと思って、でこのまま電車乗ってたら絶対吐くなと思って、でも電車での中で吐いてしまうと皆さんにご迷惑をおかけしてしまうがゆえ吐けんし、しかもなんか
リンだけなのか分かんないけどさ、吐き気めちゃくちゃひどいとめちゃくちゃお腹痛くなるんですよ。もう上も下もやんみたいな汚い話してすみません、今更ですけど、もう上も下も来るタイプで、あ、めっちゃ吐きそうだし、めっちゃお腹痛いし、どうしようどうしようどうしようと思って、もうその時の思考回路 0.5 秒よ。あ、降りようと思って次の駅で降りてトイレ駆け込んだんだけど、トイレ超並んでんの。うーわどうしようと思って、で一旦女子トイレがまあすっごい並んでたから、一旦みんなのトイレ並んだのよ。みんなのトイレも3人待ちぐらいで、私の前にいたなんかサラリーマンのおじさんがすごい仕事行きたくなさそうに、ただトイレで暇つぶそっかなみたいなノリのおじさんで、うわマジこいつと思いながら、いやおいおいおいと思って、私めっちゃ体調悪いんだけどと思って、その時たまたま雨だったから傘にさこうもたれかかってヒーヒー言ってたのよ。あーみたいな、ふーとか言ってしんどーと思いながらも、ふーみたいなちょっとうなってたのね、本当に吐きそうだったから。で全然トイレが動かないのって、女子トイレの方がなんか動き早い気がすると思って、もうそこで瞬時の判断でもう女子トイレの方に並んだわけですよ。でパッて並んだら前4人だし、いけんべーと思って4人徹底して耐えたわけと思ったら、女子トイレってトイレ4つぐらいしかないのね、駅の中だしちっちゃいし、そのトイレの個室2人出てこねえの。体調悪いとかならわかるよ、体調悪いとかならわかるんだけど、どう考えても一生出てきてないのね。でその人、まあ、リンがトイレ入って出てっていう時間もカウントすると、多分並んだ時間も含めて15分ぐらいはいたし、その前から多分出てきてないのよ。だから多分 2,30 分は多分トイレの中にいるの。何してんのと思って男子トイレはさ分かんないよ、入ったことないから。男子トイレってさ、そもそもその大便と小便とでさ別じゃんか、トイレするところが。立ちションタイプのとことさ、座りションタイプのとこがあるんでしょ、知らんけど。でそっちでさ大便の方がさ完全に閉ざされた空間になってしまったらさ、お腹痛い人かわいそうじゃん。だからさ、ちょっと何、多少は気使って早く出るみたいな感じの何心遣いが男性はあるのかもしれないけど、女性ってマジトイレ遅いのね。でリン、トイレね、あのマジリアルにね15秒ぐらいで終わるのよ、普通だったらね。お腹痛いとか何もないと何の話してんのかな、あのトイレするのってさ時間かかんなくない？え、だって脱いでさ出してさ終わりやん、拭いて流して終わりやんなんでそんな女子トイレそんな長いんって毎日思ってるんだけど、何してんだろうねあのそもそも男性視聴率 90% 超えのこのチャンネルで問いかけること自体が間違いだと思うんですけれども、あの何してると思う、逆に一人でさ、なんかそのやらしいことしてるのであればさ、大変迷惑なので今すぐ出ていただきたいし、あのご自宅でどうぞって感じなんだけど、本当に体調悪いのであれば誰かに助けを求めるべきだし、その30分間とかでさ自分が入ってる間、そのトイレに泣く人がいるんだよ、この間の私みたいに別に漏らしもしなかったですよ、全然間に合って普通にゲロゲロ吐いたんですけど、普通にゲロってウィーとか言っておえっつって吐いて出て、まあ一回さそういう時って吐いたりしちゃえば元気になるじゃんかね、元気になってそのままあの実習病院行ったんですけど、ちょっと学校に電話してね、ちょっと吐いたんですけど行っていいですかっつって、あいいよって言われたから、元気なのねみたいな、元気です、熱もないです、行けますっつって行ったんだけど、その時間を考えてさ、でリンが多分さそのゲロゲロするのにさ5分ぐらいお手洗いの中にはこもってたわけよ、10分はこもってないと思うけど、でその間さトイレ一つしか稼働してないって思うとさ、もうなんかごめんねさえみたいな、私悪くないのに占領してらっしゃる方がどう考えても悪いのに、私なんかすごい申し訳ない気持ちになって、ごめんなさいねみたいな気持ちになり、あすいませんすいませんって言いながらトイレ出てさ、こっちとら気持ち悪い後なのにさ、すいませんすいませんっつってで、なんか、おばさんにさ、並んでたおばさんにさ、おっせんだけど、みたいな顔されんの、私じゃないですみたいな。私、秒で出ましたみたいな、その言えないしさ。でもなんか私、別にそんなも、そんな、ごめんねんみたいな顔して出て行ったんですけど、私が悪かったんですかね。そう、なんか、ちょっと悲しい気持ちになりながら実習しに行ったんだけど、
何よりも何の話がしたいかって、ビオフェルミンってすげえって話なんだよ。ビオフェルミン飲んだの。リン基本お腹弱々人間だから、いつもビオフェルミンをね持ち歩いてるんですけど、あいつすごいよやっぱ。あいつ強えよ。いや、やっぱなんか長年共に生きてるとこあるわって思った。やっぱ人には人の乳酸菌だからさ、何、乳酸菌の優しさを感じた。本当にマジでね、何よりもね、この世で一番信頼してるのはビオフェルミンまである。あいつ飲んだらさ、なんかさ、お腹痛いのなくなるしさ、しかも何、腸にはさ優しい菌がいっぱい増えてさ、体の中からこう整えてくれるわけじゃんか、知らんけど。あいつすごいよ。そう、あいつとお腹に優しい食べ物を食べて胃腸炎を乗り切ったんだけど、あとね、ガスターもあいつもいいよ。あいつもなかなかやるよ。その遺伝でさ、リンのお母ちゃんもね胃腸弱いのよ。お母ちゃんは胃かな、でお父ちゃん腸かな、なのよ。で、その最悪の遺伝子を両方ね受け入れてしまってるから、私基本的に内臓弱々人間なんだけど、その内臓弱々なだけあって、その胃腸に優しい薬を全て持ってるんですね。で、すぐ胃腸炎になるから、よく内科とか行ってさ、お薬くださいって言ってるから、いっぱいお薬もらってるんですけど、ありえん量のね、気づいたら、なんかそのさ、病院行ってもその短期間だけさ、何？飲めば治るやん。ダメなんだけどね。7日分出たらちゃんと7日間飲み切るべきなんだけど、私そんなことしないから、基本3、4錠ぐらい余ってるわけよ。で、それが蓄積蓄積蓄積されて、今なんかパンパンになってて、その私の処方箋の袋を入れてるやつね。まとめて入れてるやつが。で、そこからちょっとここ、何、ガスターとかこう拝借して飲んでたんですけど、すごいね、やっぱ、ダブルで効く胃腸に優しい感じ。胃粘膜保護と、人には人の乳酸菌。あとね、ヤクルト飲んだ。ヤクルト1000、噂のヤクルト1000飲んだ。私には効果がよくわからん。よくわからんけど、胃腸炎はすぐ治った。けど、1回しか飲んでないかわからん。なんか、あれさ、継続してずっと飲んでると、眠りが良くなるよとかさ、なんか、何？花粉症治るよみたいな、そういう、なんかあるらしいですけど、本当ですか？そういうの疑っちゃうタイプなんですけど、そういう論文とか出てるんですかってなっちゃうんですけど、どうなんですか皆さん。実際に飲んで良くなったよみたいな話聞くんだけど、疑っちゃうんだよね。でもちょっと気になるから、これを機に始めてみようかなと思う。6月とりあえずヤクルト生活やるわ。1ヶ月ヤクルト生活なので、6月1日から私はヤクルトを毎日飲みます。なので皆さんもぜひヤクルト一緒に飲みませんか。別に回し物ではありませんけれども、リンの実家は私が小学生ぐらいの時からずっとヤクルトさんを頼んでて、ヤクルトさんってわかりますか？定期的に家にピンポンしてきてヤクルトを押し付けてくる人なんですけど、押し付けてくるって言ったら失礼だな、売ってくる人なんですけど、はい、配達？ヤクルトを持ってきてくれるお姉さんなんですけど、ピンポーンと押して、ヤクルトでーすって、うちの家に毎週ね木曜日のね1時に来るんですけど、そのヤクルトさんからまあずっとヤクルトを契約してるから、実家にいた頃は毎日飲んでたのヤクルト。なんならね1日に2、3本、ダメなんだと思うんだけど、2、3本飲んでたんだけど、なんだろう、その時確かに体調良かったかもしんないなってちょっと思ったかも今言われてみれば。眠りの浅さとかなんかよくわかんないけど、胃腸は良くなってたかも。そんなにお腹痛いかもみたいなのはなかった気がする。やっぱヤクルトってやっぱ乳酸菌なんだわ。うん、やっぱみんな乳酸菌を取っていこう。6月はな、一緒に胃腸に優しい6月にしていきましょう。皆さん、徐々に暑くなっていってね、アイスだの冷たい炭酸だのいろいろ飲みたい食べたい時期になってくるかと思いますし、お腹を冷やすご飯が増えると思うので、今のうちに一緒にね
胃腸を守ってこう。うん、そうしよう。来月のあれよ、社内目標みたいなチャンネル目標は、ヤクルト1日1本なので、皆さん毎朝太陽に向かって言ってください。おはようございます、今から朝礼を始めます。今月のチャンネル目標はヤクルト1日1本です、今日もお願いしますって言ってから1日始めてください。はい、よろしくお願いします。で、あと最後とか言って、結構思った以上にくっちゃべっちゃったから、ちょっとビオフェルミンと乳酸菌への愛を語り散らかしてしまったから、ちょっと短めに話すんだけど、前髪をね伸ばしてるんですよ今。前髪を切るか伸ばすかを基本毎月じゃない毎年この時期ぐらいにリンはね瞑想しだすんですけど、今年もやってきました前髪瞑想期。今伸ばしてて横に流してるんですけど、中学校に入ってからずーっと前髪パッツンなのよ私。っていうのも、なんか当時すごい仲良くしてた子が前髪パッツンにしたらみたいな何気なく言ってきて、あーするかーっていう軽いノリでしたら、もうそっからめんどくさくなって、毎月こうジョキ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 ちゃんと自分でね前髪パッツンにして切ってたんですけど、その名残でもう10年ぐらいずーっと前髪パッツンなのよね。ちょっと最近韓国系の女の子たちも増えてるし、かき上げバングっていうんですか、可愛いじゃん大人っぽくて、ちょっとあれに憧れて前髪をちょっとこうかき分けてみてるんですけど、ここでもね2年ぐらいはねシースルー前髪っていうんですか、前髪をちょっとこう薄めに何してる感じか、かき上げてるかのどっちかなんですよ。そうね、今はもう血迷ってるから、とりあえずその楽だけを考えてかき上げヘアにしてるんですけど、なんかさ前髪似合うのがさ本当に分かんなくて、なんか多分女の子のね一生の悩みだと思うの、前髪伸ばすか切るかって。でその男性的にどっちの方が可愛いなって思うのかを聞きたい。前髪でさ結構印象変わるじゃん、私結構印象変わる顔なんですよ。前髪をかき上げるとねギャルになるの。でもともと結構ギャルっぽい感じの見た目はしてるんですけど、なんかねより一層ギャルで、なんか子供2人ぐらいいそうな顔になるんですよ。そうだからちょっと伸ばすのもなーって思いながら、でも伸ばすの可愛いしな楽だしなーみたいなんで、ちょっと今血迷ってね伸ばしてるんですけど、皆さんの何ですか前髪好き嫌いをぜひ教えていただきたいので、来月のお手紙前髪についてちょっと熱く語っていただけるととても嬉しいです。リンのラジオかっこ仮。はい、リンラジではお便りを引き続き募集しております。お便りは YouTube の概要欄からポチッと押していただいて、なんだわーって書いて送っていただけると嬉しいなと思います。またですね、シャープ、リンラジカッコカリで、ツイッターでね、エゴサーチしたりとかね、いろいろしておりますので、番組盛り上げていただけるととても嬉しいなと思います。はい。で、来月のお便りのお題は、先ほども言いましたけれども、前髪について、ぜひ、男性の意見を聞きたいなと思いますので、前髪について教えていただきたいなと思います。そして、あとは何ですかね、ラジオ名ですかね。でも結構皆さんからね、いろんなラジオのこんなタイトルいいんじゃないみたいなのをかなりの量をねいただいてますので、そろそろ決めていく会をしたいなと思うんだけど、クラハちゃんとね一定数絞ってから何ですか出していきたいなと思いますので、またそちらは別回としてやらせていただければなと思います。はい、ということで5月ラストですね。いやー何よりもさ、これからの季節って湿気が嫌だし、
まあ、雨だし梅雨だしみたいな、結構気分もね憂鬱になりがちだし、まあ、体調を崩したりとかもね、もちろんすごくしやすいシーズンにどうしてもなってきちゃいますので、皆さんもねまったり自分を甘やかしてね、たまにはね自分にご褒美買ってあげたりとか、そういうのもしてあげるととてもとても過ごしやすく梅雨を乗り切って生きていけるんちゃうかなと思いますのでよろしくお願いいたしますね。皆さん元気よく今年も夏乗り切って年越しましょう。もうあれですよ、半年終わりますからね、あっちゅう間よ本当に。気づいたら年取るんだから、本当におばあちゃんみたいなこと言ってるけど、なんでね楽しくね行きましょうなんかすごい最後壮大になった今日ね、なんか乳酸菌の話しかしてないのに乳酸菌を取りながら元気よく生きていきましょうということで、今月もありがとうございました。黒崎凛でございました。それではまた次回お会いいたしましょう。あっちにゃあー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。よくする